俺はアントン。ふわーなー、猫か。俺はイツキ、高校2年生。幼い頃から筋金入りのビビリだ。今も脇道から飛び出してきた猫に腰が抜けそうなほど驚いてしまった。自分でも呆れるほど臆病だし、そんな自分が嫌になる。なんで僕はこんなにビビリなんだろう。何をそんなに驚いてるんだ。急に後ろから話しかけないでよ。びっくりした。なんでもないよ。またビビってしまった。なんで僕ってこうなんだろう。そのまま聖子と学校へ向かっている途中、ふと見た路地裏で衝撃的な現場を見てしまった。お前朝から神秘生活してんじゃねえよ。クラスメイトの久典が3年生の不良に絡まれているところを目撃してしまったのだ。あれは久典だ。泣きそうな顔してる。どうする。久典を助けに行くべきか。でも僕が行ったところでどうにかなるのか。臆病な僕は足がすくんで動くことができなかった。相手はこの学校の3年生2人。ここで立ち向かっても勝てる確率 0%。 でもこのまま放っとくわけにも。ここで助けるのは飛んで火にいる夏の虫。久典には悪いが、相手家中の栗を拾う必要はないかと。でも聖子はああ言うけど、久典は友達だし。でも勝率は誰が見たって聖子の言う通り 0% だった。ああ、んぜお前ら、なんか文句でもあるわけ。なんでもありません。僕と聖子はダッシュで逃げ出した。ごめん久典。なんだかここ薄暗いし湿っぽいっすね。さっさとここらの修繕を終わらせてしまおう。廃墟ってお化けとか出そうで怖いのよね。早く帰りたいよ。うわ、なんか出た。大きな声出さないでよ。ただの虫じゃない。アントンさん、驚かさないでください。虫、なおさら嫌だ。落ち着いてくださいよアントンさん。今日の仕事はこれで済んだが、俺ビビりすぎだよな。反省。あ、誰か絡まれてんのか。まったく。ああ、君たち多勢に無勢は卑怯だぞ。なんだおっさん、つめんどくせえな。行くぞ。その後教室に久典が遅れて入ってきた。あ、久典。僕と聖子は急いで駆け寄っていった。久典ごめん、僕助けようと思ったけど勇気が出なくて。そんな根性なしの僕たちを怒るでもなく、久典はにっこりと笑った。アントンさんっていう人に助けてもらったから大丈夫だよ。アントンさん。アントンさんだよ。近くで便利屋をやってるんだって。そんな話をしていると、勇気と安秀が僕たちに近づいてきた。おい、さっき見てたぜお前ら。久典が絡まれてんのに無視して逃げただろ。だけおめえら。ダサ、それでも男。勇気は強豪サッカー部のエースストライカー。将来有望でイケメン、女子にモテモテのやつだ。安秀は勇気の友達でいつもつるんでるやつ。ひまりはサッカー部のマネージャーで勇気にいつもくっついてる女だ。いわゆるスクールカーストでいう一軍のやつら。三軍四軍の僕たちとは住んでいる世界が違う。僕らとは住む世界が違うんだから、ほっといてくれたらいいのに。どうしていちいち僕らをからかってくるんだろう。その日の休み時間、勇気が黒板の前に立って突然こんなことを言い出した。俺のクラスには本物の男しかいちゃいけねえんだよ。度胸のないやつここにはいらねえ。またなんか思いついたようだね。なんだか嫌な予感がするよ。今から男子全員グラウンドに集合。なんでこんなことになってるんだろう。そして何をさせられるんだ。度胸試しだ。俺のシュートをノーガードで止められたやつは認めてやれ。何を言い出すんだ。マジかよ、無理だよそんなの。僕たちの思いをよそに一軍の男子たちは次々と体や顔で止めている。どうしてそんなことができるんだよ。理解不能だ。あのシュート目測で100キロ以上出てるのでは。そんな怖いこと言うなよ。目の前で繰り広げられるシュートに身動き一つできない僕たち。僕や聖子だけじゃない、陰キャの仲間たちみんなそうだ。いつき、ほら受け止めろよ。お前男だろ、友達を見捨てたんだからここで挽回しろよ。そう言って思いっきりシュートを打ち込んでくる。いつき殿頑張ってくれ。勇気を振り絞ろうとするけどどうしても無理だった。ふわ、無理だよこんなの。無理だ。僕は目をつぶったまま1ミリも動くことができなかった。この臆病者が。そして地獄のシュートの時間が終わった。僕をはじめシュートを受けられなかった陰キャ軍団、
シュートを受けた一軍、綺麗に10人ずつに分かれた。俺のシュートを受けた君たちは正式に俺様のクラスメイトとして認めてやる。それに比べてこいつらと来たら、僕たち陰キャ軍団をゴミでも見るような目でじろりと睨み、やっぱりお前ら男じゃないな。そう吐き捨てて、勇気は一軍と一緒に教室に戻っていった。そんなことがあって数日後、急に勇気たちは僕たちにもう一度チャンスをやると言い始めた。お前らいつまでもそんな負け組でいいのかよ。俺ら一軍に昇格するチャンスをやらないでもないぞ。あ、近所のあの廃墟の中に入ってこい。ちゃんと証拠の写真撮ってきてね。それを聞いた僕たち陰キャ軍団はみんな青い顔をしてビビった。無理だよ。できるわけないだろう。小生たちをもてあそんでいるな。貴族の遊びか。でもここらであいつらの鼻を明かさないと、僕たちの学校での立場はずっとこのままなんじゃないか。確かに。行ってみようよ。陰キャでも根性があるってところを見せるんだ。久典と聖護はしぶしぶ了承してくれたんだけど、辺りが薄暗くなった頃、僕たち3人は廃墟の前に立ちすくんでいた。ゆっくり玄関を開けると、そこは薄暗くてジメジメした陰気な光景が広がっていて、僕は懐中電灯を持つ手がブルブル震えて止まらなかった。怖いよ、怖い。もう帰りたい。嫌だよ。3人団子のように固まってなかなか進めないでいると、急にものすごい音が聞こえてきて、僕たちは猛ダッシュで外に逃げ出した。大丈夫ですかアントンさん。すまん、床が抜けてしまったようだ。びっくりローリーです。今叫び声聞こえませんでした？やめてよ、怖がらせないでよ。次の日、教室に入ると勇気たちが僕たちを待ち構えていた。写真撮ってきたか？てか、ちゃんと言ってきたのか？言ったよ、だけど写真は撮ってこれなかった。なんだよ、結局お前ら腰抜けじゃねえかよ。本当に言ったんだ。でも急に大きな音がして、やっぱりあの廃墟にはお化けがいるんだよ。お前らんなことでビビって逃げてきたってわけ。なしで根性なしだなお前ら。僕たち3人は指を刺されてゲラゲラ笑われてしまった。しかしあの陰キャ3人マジで腰抜けな。どうせならさ、もっと大きな度胸試しやらせてみない？ほーって言うと、面白そうじゃん。じゃあひまり、明日の放課後人を集めておいてくれ。オッケー。次の日、またしても僕たちは勇気に集合をかけられていた。今からお前たちにサッカーを教えてやるよ。別に頼んでないのに僕はいい加減うんざりしていた。勇気くん。どこから聞きつけたのか、勇気のプレイが見たいと集まった女子たちがたくさんいた。わざわざありがとう。アイドルばりに笑顔を振りまく勇気、僕的にはドン引きだ。どうせお前ら引き立て役だから、チームはいつもの感じで分けようぜ。結局一軍と陰キャ軍団で分けさせられた。どうせなら負けたチームが罰ゲームにしようぜ。そうだな、じゃあ負けた方は学校近くの廃墟に一泊するってのはどうだ？いいじゃない、それ最高。なんだかセリフっぽいな。そしてこうなったら僕らなりにやるしかない。僕は精一杯の目力で勇気を睨んでみたけど、多分勇気には届いていない。試合開始のホイッスルが鳴った。だけど試合が始まってわずか5分、案の定ボロ負けしている陰キャ軍団。もう4対0なの？早っ。勇気くんがシュートしたわ。しかしそのボールはわずかに外れてサッカーゴールに当たり跳ね返った。じゃあ外しまった。跳ね返ったボールが僕たちのゴールまで届きそうだった。威力が半端ない。でもやれるだけやろう。僕は気持ちを切り替えて何度もボールを取りに行った。しかし何度挑んでも一度もボールは奪えなかった。そう、僕たちが1点も取れないまま試合終了になろうとしていたその時、勇気が提案してきた。仕方ないからそろそろ特別ルール出しちゃおっか。このままじゃいくらお前たちでもつまらないだろう。あと残りの10分間お前らが1点決める、もしくは失点を9点までに抑えられたらお前らの勝ちでいいよ。そんなのできるわけないだろう。周りの奴らはゲラゲラ笑っていたが、みんな頑張ってみようよ、最後のチャンスだよ。このチャンスを逃したら僕たちに勝機はない。本気を出せば1点くらい取れるかもしれない。僕は仲間を励ました。すると僕の言葉に奮起したのか、陰キャ軍団の目の色が変わった。
僕たちは必死にボールに食らいつくが、どうしても1点が取れない。9対0、あと1点で負けてしまう。もうこうなったら残り時間11人全員でゴールを守ろう。そうだ、停裁なんて気にしてられないよ。見つけたのがこんなに頑張ってるのだ、我らもやろうではないか。そして僕たち11人はゴール前にずらりと並んだ。絶対ゴールを守ってやる。みんな耐えるぞ。僕たちの守りを見て勇気たち、そして観客もクスクスと笑っていた。なんだよ必死だな。だけどな、そういうところが陰キャだって言うんだよ。いいぞこの調子だ。さすがに11人もいると簡単にはゴールを決められない。何度もシュートを打ち込まれたが、僕たちは体や顔で全て弾き返した。そして気がつくと、あんなにバカにしていた観客たちも次第に僕たちを応援してくれるようになっていた。頑張れ、あと3分。くそ、なんだよお前ら生意気なんだよ。あと30秒、時間がない。5、4、3、いけ。勇気が渾身のシュートを放った。ボールは僕めがけて飛んできた。うなりを上げたボールは僕の顔面に直撃して、体ごと後ろにぶっ飛ばされた。うつけ殿、1-0。試合終了のホイッスルが鳴った。勝った、勝ったぞ、守りきったぞ。僕は飛び起きてみんなと肩を組み合い、ぐるぐる回った。観客もどちらを応援していたのかわからないくらい盛り上がっていた。君たちの提案だったけど、僕らの勝ちってことでいいんだよね。点も取れなかったくせに。罰ゲームは君たちがするってことでいいんだよね。調子に乗んなよ。やめろ、ここで逃げるなんて男じゃねえだろ。負けは負けだ。俺らがあの廃墟に泊まればいいんだろ。やった、僕たちの勝利だ。こうして勝負は僕たち陰キャ軍団の勝利となったのだ。そしてまあ何にも出ねえよなあ、多分。多分な。だからって俺が先頭っていうのはどうかと。足が床にめり込んで動けない。いやー、当たりだ。待ってくれよ、おい助けろよ、俺はどうすりゃいいんだよ。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが、みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。